武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは横浜市立大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、こちら国際総合の理学と医学部医学科でそれぞれ出題されていて、国際総合の方は、まあ、60分、1科目60分、2科目で120分の構成で、医学部医学科は2科目180分の実質90分、で、出題されています。で、問題として、国際総合の方が大問2つで、医学部医学科大問3つなんですが、まあ基本、大問2つは、似たような問題、まあ、大問そのものが同じであったり、もしくは同じような条件なんだけど医学部の方がもうちょっと難しい問題にされていたりっていうのと、まあ、大問が1個医学部の方が多いという形になっています。で、出題されている問題、についてですが、国際総合の方の問題は、まあ、割と標準的な、難易度、にはなっています。ただちょっと説明とかが、出てくる問題もあるので、まあ、そういう意味で言うとちょっと見慣れない形式が、出るかなと。センター対策してるだけだとやってないかなとは思いますので、まあ、ここの過去問とかで、ちゃんと説明、できるように練習したりとか、あとはちゃんと問題集とかをマークのものだけじゃなくて記述形式の問題集、まあ、マーチレベルの参考書とか使ってですね、でちゃんとやっておけるようにしておきましょう。で、まあ問題そのもの、は割とまあ、基礎知識ちゃんと一通り入ってれば十分対応できるかなとは思いますので、まあ、ちゃんと誘導とかの条件読み込んでですね、割と問題文の条件、理解してないと難易度が高くなってしまいますので、問題文読み取る能力はしっかり鍛えておきましょう。で、医学部医学科の方の科学に関してですが、こちらは、まあ、正直理科の中では難易度がかなり高め、な、出題となっています。で、まあ、説明するような問題が、あるのもそうなんですが、割とですね、まあ、その説明問題自体が結構字数が多い、で、まあ、180字で説明せよみたいな問題が出てることもありますので、割とちゃんと理屈が理解してないといけないという意味で、問題集で問題だけ解ければっていうところじゃないっていうところがちょっと、怖い部分ではあります。なので基本的にはやはり問題集を、まあ、重要問題集などでしっかり対策しておくことが中心なんですが、こちらの論述に関しては、まあまあ、寸大から出て科学論述とか使ってですね、まあ、論述とか書き方ですね、まあ、こういう問題に対応できる練習をちょっとしておいた方がいいかなとは思います。もしくは普段の科学の勉強している時点でもなんでこうなるんだろうなとかっていう部分をちゃんと説明できることを心がけておいた方がいいかなというふうに思います。で、まあ割と計算も結構めんどくさいものが多いので、時間がかなり取られる可能性が高いですね。その論述自体が慣れてない人も多いと思うので、そこで時間を奪われる、プラス計算が結構ちゃんとやんなきゃいけないので、その計算で焦ってミスしてしまってとかっていうのがちょっと怖いかなと思いますので、まあ計算をちゃんと鍛えてスピード上げていくことと、論述練習ちゃんとしておいて、まあ、当日焦らないようにするっていうことを意識してやっておきましょう。まあ、問題そのものは10問解けるレベルであれば、十分対応できるとは、思いますので、まあ基本東大レベルまで、しっかり仕上げておけば、いいかなというふうに思います。以上、横浜市立大学の、科学の勉強となります。